こんにちは。AWS サポートオンボーディングジャーニーシリーズにようこそ。私は大阪オフィスで勤務するクラウドサポートエンジニアの西村です。私たちの仕事は技術力でお客様のイノベーションをお手伝いすることです。お客様の技術的な問題や課題を解決するために、調査や検証、分析、考察を行います。今回はオンボーディング事例として入社直後に対応したお問い合わせを紹介します。 入社直後のクラウドサポートエンジニアがどのようにお問い合わせを対応し、成長していくのか覗いてみましょう。今回は AWS Identity and Access Management IAM のお問い合わせにおいて、わからない状況からどのように調査し、周りに助けを求め、解決まで持っていったかを紹介します。IAM は AWS リソースへのアクセスを安全に管理するための Web サービスです。IAM を使用すると、 ユーザーがアクセス可能な a w s リソースを制御するアクセス許可を管理できます。今回のお問い合わせといたしましては、a s s u m e ロールで i a m ロールの一時的認証情報を取得して S3 の CLI コマンドを実行するとエラーが発生します。解決方法をご教示ください。というお問い合わせです。はじめに、ケース対応するサービスは、トレーニングが終わったサービスから順次開始していきます。今回は、 すでに I am サービスに関するトレーニングは受講済みです。お問い合わせ内容は次の点がわからないため調査範囲を絞れない状況となっています。具体的にはお問い合わせの事象がいつ発生したのか、どこで発生しているのか、どんなコマンドを実行してどのようなエラーが発生したのかがわかりません。まずは曖昧な部分をクリアにするためにヒアリングが必要です。このヒアリング項目は 過去の類似ケースや内部情報、公式デクメントを確認し、調査に必要なヒアリング項目を考えます。また、ヒアリング項目に過不足がないか、自身のプロファイルのスラックチャンネルで相談しました。その結果、スライドに記載の4つの項目について、お客様にヒアリングを行うことになりました。1つ目は、日本時間での事象発生時刻、および事象の継続性について、2つ目は、 AWS CLI はどこから実行したのか。三つ目は、AssumeRoll コマンドを実行したプリンシパルの Amazon リソースネーム。四つ目は、具体的なコマンド及びエラー内容全文です。お客様から、ヒアリングに対する返信が返ってきました。お客様の状況としては、日本時間6月24日月曜日13時に発生。一度も成功していない。クラウドシェルから、 コンソールにログインしたカスタマー001という IAM ユーザーでコマンドを実行。AWS STS Assume Role コマンドから一時認証情報を取得し、AWS Configure コ,コマンドでそれを登録した後、AWS S3 LS コマンドを実行すると、Invalid Access Key ID エラーが発生するという状況であることが分かりました。ヒアリングにより、お客様のリソース設定の情報が分かったため、 次は事象の切り分けおよび原因を明らかにするために、まずお客様と同じ事象を再現させます。AWS コンソールからクラウドシェルを開き、お客様の行った手順を順に実施していきます。スライドにも表示されている通り、iAmRoll の一時認証情報をクラウドシェルに登録し、AWS S3 コマンドを実行すると、Invalid Access Key ID エラーが発生していることがわかります。 お客様側で確認した事象は、自身の検証環境でも再現することが分かったため、検証環境をもとに原因と対策を調査していきます。Invalid Access Key ID Error の解決方法がドキュメントに載っていないか検索したところ、スライドの公開情報を見つけました。しかし、このドキュメントに記載されている考えられる原因を確認しましたが、今回の事象には当てはまりませんでした。また、 30分以上調査を行いましたが、解決までの方向性が見えなくなってしまいました。これ以上悩んでも時間を浪費するだけとなるため、オンボーディング期間が終了するまで、新人エンジニアにアサインされるメンターに、本ケースについて相談をすることにしました。お客様の状況、今まで試したこと、確認したドキュメントを提示して、スラックでメンターに相談をしました。相談の結果、 一時認証情報を使用するためには、アクセスキー、シークレットアクセスキーだけでなく、セッショントークンも合わせて設定する必要があることが分かりました。検証環境で、右の画像のように、セッショントークンを認証情報ファイルに追加することで、無事に S3 コマンドの実行に成功し、S3 バケットの一覧を取得することができました。自称化解決したとは言っても、 一時認証情報を取得するたびに認証情報ファイルを直接編集するわけにはいきません。そのため、よりお客様の負荷が少なくなる方法がないか調査したところ、スライドの情報を見つけました。AWS Configure コ,コマンドを実行後、AWS Configure Set AWS Session Token コマンドを実行することで、セッショントークンを設定することが可能であることが分かりました。これまでの情報を踏まえて、原因、解決策、 改善案も含めてお客様へ回答します入社して間もない時期は、お客様へ回答を送信する前に、作成した回答を先輩方にレビューしてもらう必要があります。回答が今までの調査過程、検証結果に裏付けされたものとなっているか、文章が構造化されているか、公開可能な情報であるかといったライティングスキルの観点でチェックされます。本件はレビュー通過後に回答を送信し、 無事にケースはクローズされました。本事例のアピールポイントといたしましては、お問い合わせのサービスについて完璧に理解していなくても、実際にドキュメント調査や実機検証で手を動かし続けることで自然と知識が身につくところです。また、独り立ちするまではメンターがプロセス、回答品質をサポートしてくれるため、安心して調査に没頭できます。このように、周りから手厚いサポートを受けつつ、 自身の技術力を高められます。この事例を通して AWS サポートの仕事に興味を持っていただけたら幸いです。今回のオンボーディング事例紹介は以上となります。クラウドサポートエンジニアのオンボーディング事例紹介いかがでしたでしょうか入手間もないエンジニアでも安心してお問い合わせ対応ができること、成長し続けられることが少しでも伝われば幸いです。動画の概要欄に キャリア採用ページのリンクを貼ってあります。他の動画やイベント情報なども掲載しておりますので、クラウドサポートエンジニアの仕事に興味を持っていただいた方は、ぜひご確認ください。ご視聴いただき、ありがとうございました。